ました、研磨クッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、鶏ももちゃん買ってきましたーってことでね。でね、あとなんかこう、スーパー行ったら俺、青唐辛子がもう出てましたね。なんで、この青唐辛子を使ってバシッとちょっと辛くてね、美味しいやつやっちゃいます。はい、調理スタートー。はい、今日の材料説明いきます。はい、鶏ももちゃん1枚、だいたい 300g ね。はい、それからナス2本、あとこれ、その青唐辛子ね。まあ、8本、9?3本、2、4、6、9本入ってね。はい、これでやっちゃいます。よし、じゃあね、早速調理の方行ってみたいと思います。まずまあね、鶏ももちゃんはそうだな、今日はそう、大体ね、もうその食べやすい感じで2センチぐらいの角切りぐらいのイメージで、このぐらいに切っていきます。このぐらいね、こんなサイズに全部切っていきます。はい、こんな感じでね、2センチ角に全部切りました。はい、そしたらね、これにね、下味入れていきます。はい、まず軽く塩ですね。はい、塩、それに胡椒ね、パンパンパンと。はい、そうしましたら、はい、ここにお酒、大体大さじ1杯分ぐらいですね。こんな感じでこう入れますね。はいはい、はい、そしたらこれでよく揉みます。はい、さあ、よく揉んだら、そしたらね、こちら片栗粉ですね。片栗粉でこうちょっとね、周りコーティングしてあげます。で、これ全体がこう まぶるぐらいね。はい、こんな感じでしっかりまぶす、まぶるぐらいこう片栗粉でコーティングしてあげます。よいしょ、もうちょいかな、ね、こんな感じで全体にこうまぶる感じ。はい、よし、はい、こんな感じでしっかり片栗粉をまぶしたら、はい、これで肉の下処理は完成です。さあ、そしたらあとナスですけどね、ナスはいつも言ってるみたいにこうヘタギリギリ取って、このね、額のところをこうまず取りますね。はいはい、よし、はい、そしたらこれもね、大体もう鶏肉の大きさに合わせるぐらいの大きさで、こういう形で大体ね、その2センチぐらいのね、鶏肉に合う形のこの大きさの乱切りにしていきます。さあ、そしたらね、はい、青唐辛子ですね。これは結構辛いと思うけども、これがまたね、また清涼感のある辛さで、この時期ね、これは楽しみなんですよ。はいはい、そしたらヘタだけ取り落として、そしたらね、これね、このぐらいでいいか、こんな感じでこう斜めにね、こういう感じで切っていきます。大体1センチ幅ぐらいにこう斜めにね、こんな感じに切っていきます。さあ、そしたらね、今日はタレの方を作っていきますね。今日も美味しい奇跡のタレ作りますよ。今日はオイスターソースベースね。オイスターソース、これ業務用のでかい缶なんだけどね。これでだいたい、今日の量だったら大さじ1杯半、はいはい、そうしましたら、ここにお醤油、よいしょ、はい、お醤油1杯、はい、よいしょ、はい、そしたらここにお酒ですね、よいしょ、お酒も大さじ1杯。それに最後ね、お砂糖ですね。お砂糖はね、1杯だと多い。ちょっと、6分目ぐらいかな。大さじで。はい。こんな感じで。よし。さあ、これで今日の奇跡のタレの完成です。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい。まずね、よいしょ。油大さじ1杯。はい。よいしょ。はい、そしたら先ほど準備した鶏肉をまず炒めていきます。よいしょ。そしたらね、こう鶏肉をこうね、なんていうの、広げながら、フライパン全体をこう使うような感じでね、こうやって広げていきますね。はい、よ、はい、こんな感じでちょっと広げた感じでこうやって鶏肉を入れたら、はい、そこの、はい、空いてるスペースにナスをどん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 入れていっちゃいます。はいはい、はい、こんな感じでナスを入れたら、ちょっとね、しばらくちょっと鶏肉に焦げがつくまで少しこのままね、動かさないようにして、で、ナスにの方にここからさらにね、上の方からこう油をこうかけて、少しね、こうナスをこう、なんていうかな、油吸っちゃうんで、ここでちょっとナスがツヤっぽくなるくらい、こう油を上から回しかけて、ね、少し油を吸わせます。大体ね、大さじ2杯分ぐらい入っちゃうかな、これだと。こんな感じでね、油を少しこう、なじませます。で、そのまま、しばらくちょっとだけこう、動かさないで、焼いていきますね。
いやこのね、青唐辛子これだけ使ったらね、相当バシッと辛いのできますよ。だけど、この爽やかなね、この辛さっていうのがまた癖になるんですよね。よし、よし、よし。そしたら、こうね、しばらくして焼いていったら、鶏肉をこうやってね、ひっくり返しながら、まんべんなく、こう、鶏肉に火が入るように、こうやってね、ああ、いい焦げ目だね、ほら。こうやって、こう、コロ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 、ちょっと、たまにひっくり返しながら、じっくり焼いていきます。はい、こんな感じで、しばらく炒めておくとね、鶏肉さんに、いい感じのね、この焦げ目の色がついて、でね、ナスもしっとりしてきます。でね、この段階で、もう少し、こう、パシッと押さえると、まだちょっとプニプニしてね、8割ぐらいの火の入りですね、これ。で、その時に、はい、じゃあ、じゃじゃーん、この火をね、青唐辛子もバーン入れちゃいます。いやー、これは、きつそうだな。よし、これで、しばらくちょっとね、ザッ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 と炒めていきます。うわー、いやー、唐辛子のこの、むせっかえる感じがもう、すごい。いやー、これはパンチ力ありそうだなー。いや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 、もうね、もう炒めてる矢先からもうなんかむせますね、これ。これは、すごいな、ほんと。さあ、こんな感じで、しばらく炒めておくと、鶏肉はね、こう、菜箸かなんかでこうやって上から押すと、ぬやっとしてない感じ、こう、なんていうかな、こう弾力がある感じ。ここまで来たらもう鶏肉には大体もう火が入ってますね。はい。そしたら、このナスなんかも菜箸でこうやって切ってみたら、スーッと入る感じですね。そこまで来たらもうナスにも、鶏肉にも、もう火が入ってるんで、じゃあ、そこで、はい。ここで、頂上廃墟の奇跡のタレ、オイスターベースのね、この辛さを緩和してくれる、ちょっと甘じょっぱいタレですよ。じゃあ、これをしっかり混ぜて、はい、投入します。いやー、めちゃめちゃ難しい。こんな感じでしっかり全体にタレが絡まったら、はい、もう完成です。最後の最後にね、ごま油をちょっとね、小さじ1杯分ぐらいこう回しかけて香り付けにね、はい、これで、はい、完成となります。よし、はい、そしたらね、できたてのこの炒めちゃんをさらに盛り付けて、うわー、もうめちゃめちゃ美味しそう。よし、はい、こんな感じで、はい、お皿に盛り付けて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね。鶏とナスの、唐辛子炒めの完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。よし、ね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じ、こんな感じですよー。美味しそう、取れてるかな。これはね、もうね、やばいっす。このもう、照り具合がもう美味しさを物語ってますね。まあだけど、じゃあこれを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もうめっちゃ美味しい。はい、ということでね、はいはい、今日の感じこんな感じですよ。美味しそうに撮れてるかな。いやいや、テリッテリでサンパね、美味しそうですよ。じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。いや、これね、多分なんですけどめっちゃ辛いと思うんですよね。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。いや、これね、めちゃめちゃね、辛そうなんだよね。じゃあまず鶏肉ちゃんからいただきます。うんうん、これは辛い辛いけど、このめちゃめちゃ美味しい。すごい、この、いやパンチ力あるな。いや、さすがにパンチ力ある、この味は。もうね、見た目ほら青いから、その辛そうに見えないかもしれないけど、半端ねえ辛いっすよ。この辛さはね、でも清涼感のあるこの辛さは癖になるわ。これちょっとね、ナスちゃんとこうアボトのところ行ってみます。ビシッと辛い。いや、これは汗かくわ。いやいやいや、でもこの辛さとこの甘じょっぱい感じが最高なんですよ。もうじわーっと汗かいてくる感じ。
これはね、本当にお酒進みますよ。うん、これね、辛いもの好きな人からしたらね、これはものすごいたまんない味ですよ。このなんていうかな、甘じょっぱい中にこのビシッとこう、なんていうか、この襲いかかってくるこのなんていうの、荒々しいこの辛さね。いや、こいつはこの本当に強いな、この辛さは。しかしうまいな。いや、これね、これなんていうの、ビールとかも合うけど、紹興酒とかね、最高ですよ、これ食べながらね。最高ですよ、これ。いや、辛い。しかし美味しい。ってことでね、辛いもん好きな人はぜひこれチャレンジしてもらいたい料理だと思います。ってことで、今日のこの簡単料理ね、鶏肉と茄子の青唐辛子炒め、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。